特別企画、すみひこの遠野物語。はい。はい、すみさんね。やってきました、上賢寺。やってきましたね、はい、上賢寺。すごい仁王様がいらっしゃいますけれども。はい、もう本当に古いもんですよ。800年代だから、1200年以上前の。仁王様ですね。はい。我々、カッパ釣りに来たんですけど。はい、そうですよね、はい。なんでお寺かというと、ね。はい。この上賢寺の脇にあるんですよ、うん、カッパ、カッパ淵が、カッパ淵がね、1000万が、そうそう、1000万が、はい、なるほど、はい、だからまあ脇っていうかね、このお嬢に言わせるとそうじゃないの、うん、お寺の脇にカッパ淵が、皆さんもね、カッパ淵の脇に上賢寺あるっていうから、これ逆だっていうからなるほど、お寺の脇にあるっていうことでね。さあ言いましょう。まあここカッパ堂縁があるところでね、このお寺自体が、はい、いろんなね、はい、話があるんだとね。昔ね、この上賢寺がね、火事になったことがあるかな、はい、火事になって大変だ、うん、どうしようと思ってる時にね、カッパ淵がすぐそばにあるんですよ、はい、そのカッパが出てきてね、うん、俺頭のサラックに水を汲んで、うん、回も往復して、うわ、そうして火事を消してくれたっていう風な、果てしないですね、さらっこに泣けてきます ね、 ねえ、ちょっと本当にね、そういう、ね、カッパ綱ね、そういう人助けをする、はい、まあ神様だな、我々というのは。そうですね、それでね、それも大昔だ、もう300年以上も前なんだけども、はい、それからここの上賢寺の和尚はね、カッパにお礼をしたいということで、うん、カッパ狛犬があるんです。カッパ狛犬。カッパ狛犬。もう日本ではここしかない。ですよね。聞いたことないです。頭にこれサラックになってる。はい、今これ水子じゃなくてお金入ってるんだな。うん、ああ、なるほど。そういう狛犬があって、ね。そして狛犬を作って、はい、朝晩お嬢が来てお礼に拝んでるというようなお寺なんだな。この上賢寺というのは偉いお寺でね、総当主なんだけども、ここら辺の十二家寺の暮れ頭、はい、まあ棟梁ということだな、はい、本家ということですよ。邪魔します、はい。わ、すごい立派ですね。はい、これはカッパ。これ、狛犬ですか？これだとね、思うけど、これじゃないんだな。はい、ですよね、狛犬ですよね。これは普通のね、狛犬だけど。ほら、カッパ狛犬、そこに書いてるような。あ、ほんとだ。カッパ狛犬。ちょっと小さい。はい。狛犬だ。どうです？どこがカッパ？ああ、お皿が確かに。お皿、お皿。そうなんですよ。ほんとだ。かわいい。ハイブリッド。ね。すごい。あれ、これもでもなんかすごいたくさんお地蔵様がいらっしゃいますけど。これ中央堂ですよ。中央堂ね。中央堂とは？俺閻魔様で、閻魔様。はい、閻魔様。閻魔大王がいてね、結局たくさんお地蔵さんがいます。死んだ人を裁くというようなところで、はい、あなたは天国へ行っている、あなたは地獄だ。はい。その裁きをするのがこの中央様なんだな。なんかあえてこの、はい、まま残してる感じがしますよね。うん、昔のまんま、昔のまんまだから、うん、夜来たらちょっと怖そうな感じがしますね。怖い怖い怖いですよ、うん、だけどね、はい、ここのおっかない顔してるよな。だけどこれ仏様だよな。そうですね。だけど本当はね、顔は怖いけど気持ちが優しい。なるほど。何が優しいって言うとな、俺ここの地王様じゃねえんだけど、エゲの地王道っていうところがあるんだけど、うん、そこの地王様が、俺別当のエゲさんという人が病気してんな、田植え時だよ。はい、田植えできなかった、うん。で、それだけはもう田んぼが真っ黒いままでいたんでね、みんなどうすんだべなと思って見てたんだけど、ある時だったらば、田植え終わってると。うん、おや、どうしたんだべな。なおとんだべかと思って、エゲさんの家に行ってみれば、なあ、ねえ、な、枕並べて寝てらった。
おい、はて、誰が植えたんだべと思って、隣への人だから歩いてきたのもんな。獣王堂の扉が結構開いてらった。おあれ、なんだべ、閉めた方がいいなと思って、閉めに行って、ちょっと俺、覗いてみればな。獣王様だぜ。泥だらけになってな、大汗かいて並んでなった。地王様が旅をしてくれた。だから顔はおっかねどもな、気持ちは優しい、うん。なるほど。仏様なんだな。へえ、はい。好きになっちゃいますね、そういう。そうね。人は見かけによらないけど、仏も見かけによらないからな。はい。じゃあこっちから行きましょうかね。はい。すぐそこね、もう。カッパ、こう、あの、カッパ節があるからな。はい、その川があるから、まあちょっと涼しくは感じるんだろうな。これ、カッパの足跡だよ。ね、で、そうですよね。うん、カッパの足跡ってのは、これ、人の、こういう足跡なんだな。はいはいはい。水かきの部分がね、結構大きいんですね。そうそうそう、うん。で、この、こういう指が完全に、つかないんだよ。これ水かきがあるからな。はい。だから水の、これ先っこだけがこう、足跡として残るというな。なるほど。じゃあ、ちょっとそれも探しながら。うん、でも、今でも水もう熱すぎて。そうだな。すぐ消えちゃいそう。やっぱり皿この、水こなくなれば、すぐ弱ってしまうからな。この川、波石川という。はい、川なんだがな。波石川という川なんだがな。なんか小さい感じするでしょ、流れてますね、普通に川、うんうん、川ですね。そうです、そうです。あ、でもこれは気持ちいいですわ。うん、うんうん。え、カッパ以外に何か魚とかいたりするんですか？カッパ以外にはこれだってあの魚いるよ。へえ。ウグイとかな、ヤマメなんかもいるし。ああ、ヤマメ。だからカッパはそれを取って食べてる。食べてる。へー、キュウリと合いそうですもんね。さあ、カッパ無事ですよ、うん、ね、カッパ捕獲許可証もちゃんと持ってるし、はい、持ってます。これがあればもう何匹釣ってもいいんだからな、はい、あ、3匹だっけ、3匹目標な、3000万な、はい、3000万。よしよし、ほんじゃ、これあそこにな、はい、ほら、どれがいいですか、どのキュウリが良さそうですか。お、これも食べられた。これが良さそうだな。あ、ここになんか巨大なのもありますけど。うん、ああ、大きい方がいいかもな。いいキュウリはね、あの、あんまりまっすぐはあんまり良くないんだな。曲がった方がいい。ね、おお、これがいいな。ああ、いいですね。釣れねやった？こっちの方が、じゃあ終わった？終わった？ありました。釣った。釣れるな。でもいる気がするんだよね。いる気がするな。よし、じゃあこっち使おう。はい、この餌この方がいい。わかりました、うん。曲がった方がいいっていうのかな。ま、うんうん、あ、いい、いいですね。うん、よしよし。じゃあ、これを返そう。ね、これ、食べられてるね。本当だ。うん。カッパいたんだよ。カッパさんに引き込まれないように、特に美男美女の方は注意って書いてありますよ。はい、はい。カッパはね、あの、藤の中にいるのが多いから。はい。はい、それは富士というのはその向こう側なんだよね。あ、向こう側なんですね。だからできるだけだ、向こう側に近く流した方がいい。はい、そういえば、はい、カッパを富士の中から見てからな。あ、なるほど。キュウリが来たということで出てくるんだ。へえ。そしてかぶりつくということなんだよな。キュウリも曲がってる方がいいんですよね。そうそう、曲がってる方がいいんだ。うん、それは、え、かじりやすいってことなんですか？かじりやすいんだろうな。うん。はい、それじゃね。あの遠くにやって、はい、静かに流していって、はい、カッパに見えるようにな、はい、カッパに見えるように流していって、静かに、うん、ああいい、そういう感じだな、はいはい、いいよいいよ、すごい感じがいいな。でそれもう下まで行ったらばまたあの上の方に上げて、はい、同じように流すということ。浅くでいいんですか？うん。はい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 。キュウリが沈んでくれないんですけど。いや、いいのいいのいいの。浮いてるよりいいの。うん、いいのいいのって。ほら、さっきカッパの鳴き声したでな。
どこ？カエルみたいな鳴き声だよ。ゲゴゲゴゲゴっていうような鳴き声するが。下？下よ。でもカエルじゃないんですよね。カエルじゃないよ。カパドータ。これも見えてますか、カッパにちゃんとこのアピール。うん、この縁にいるんですもんね。そうそうそう。なんだろう、ユン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 大阪で日本 UFO 協会のことになったな。ユン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 。UFO を呼ぶ、言葉なんですよ。呪文なんで。おー、カッパ。スミさん、なんでカッパはキュウリ好きだと思う？あ、なんでですか？なんでですか？いろいろ理由があるんだよな。はい。え、暑くて涼し、水分補給とか。まあ、水の中いますもん。まあ、そうじゃないな。なんですか？まあ、大人の番組であればな。はい。あ、うん、そうですか。うん、大人の番組ですよ、うちは。ああ、そうなんだね。そうか、そう。え、そういうことですかって、なんでそんなすぐ分かってるんですか？あのね、何時でキュウリが好きなのか分からなかったの。うん、分からなかったんだけど、ここね、あの松崎市というところに太郎カッパというカッパがいて、今、うん、あの太郎カッパ、カッパ無事っていうふうになってるんだけど、そこでね、その太郎カッパっていうのがスケベなカッパでな、はい、しょっちゅうこれ村の女子たちが川崎来ていろいろ洗濯したり洗い物してるわけだな。それを川の中からな、股蔵を覗くんだっていう、うんうんうん、しょっちゅう来ていたずらばりする、うん、で女子たちもなキャ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 騒いでいたったんですが、その近くにいるずさまがな、なんしてダメな。あんなあのカッパ、ログゼネカッパだね。よそ今度は隠れてで押さえで、泉であるべと思ってな。うん、夜に、隠れて待ってる。うん、そしたらカッパ出てきてな。うん、そこをな、ずさまがカッパを捕まえたんだ。はい、教えて。こりゃ、太郎カッパだからな。おめえ、なんして、そして、おなごさばり、いたずらする、うん。そういうふうに聞いてばな。いや、ほんだってほらな、おなごすぎなのす。うん。おなごすぎなのに、なぬきゅうりずこと。うんうん。そしてはな、いや、おなごのあそこの、匂い、きゅうりのそっくりなのす。あ、そういうこと？そう言ったんだってよ。ええー。おー、そうかそうか、ってそんなことになったんだとな。結局、それから、俺、キュウリが好きなわけじゃねえんだな。はいはい、だからそもそもオナゴが好きなんだろう。あ、その匂いがキュウリの匂いとそっくりだからキュウリを食べると。そういうことなんですね。うん、じゃあここ全裸で泳いでた方が捕まえられそうじゃないですか。そうそうそう。だから釣り竿やめて泳ぐか。そういうことなんだって。そうだめかなと思うんだろうな。だからカッパの嗅覚と人間の嗅覚ちょっと違うんだけどな。うんうんうん、昔だってカッパというのはな、神様だったんだ。ね、そうですよね。うん、だんだんほれ、霊落してきて。ああ、霊落してきて。うん、霊落してきて。だって昔俺、カッパにはな、神様だから、馬子を捧げたんだぜ。ああ。馬を。それが今、キュウリに。うん、それキュウリになったし、そして霊落してくれば誰もうまくあげる人がいなくなったんだよな。うん、だからカッパはこれカッパコマヒギっていうか富士山カッ馬を引っ張り込んで、うん、馬のシリコン玉を取って食べるっていうふうに。ああ、そういうことか。うん、結果はまあでもカッパ透明説もあるんで、うん、釣れてると思います。うん、まあなんかね、さっきこれ見たらけどなんかちょっとこう
食いついたかなというムードがあったよな。はい、なんか変にこう流れたりしたからな。はい。いだかな、食いつくかなと思って見てだったんだけど、ちょっとな。さんのエピソードも伺って、うん、ちょっとあのチラリズムもあの色仕掛けもやってみましたんですけど、うん、多分引っかかってるとは思います。そうだね。でも、はい、エロゴネミは太郎カッパだからな。ここは太郎カッパじゃねえんだよな。あ、そうなんですね。太郎カッパは早あのあっちの猿ヶ石川の方だからな。うん、まあここな太郎カッパはいねがったというふうなことなんだと思う。まあまあ一回でなかなか釣れねえからな。なるほど。三回四回来れば。はい、釣れるべからさ、はい、まだ来るべすよ。そうですね。な、2回目3回目に釣れるかもしれないから。また遠野に来ます。はい、はい、はい。ありがとうございました。じゃあ、初代のカッパじいさん、お客さんが出てきて、俺、見たよ、はい、見たよって言った初代のカッパじいさんがいるからな。はい、これ、ここらこう。はい。おー。この中にな、写真がある。安倍雄一さんっていう人なんだけどな。これ、カッパそっくりだべ。カッパそっくりピースサインしてますよ、うん、めちゃめちゃなんかはゆるいそうな人がなのどかですね。こうユーモアがある感じしますね、うん、これねカッパこれなんかオチみたいな感じですよねカッパ神なんだけどほらここにおっぱいがあるよ。おっぱい。あ、本当だ。だからやっぱ太郎カッパだけじゃないんじゃないですか、うん、そのいやらしいのは。いやらしいな、うん、ここのおっぱいはな、ちゃんだよな、うん、このほからくこっていうのはな、うん、あれだよ、父神様でもある。あ、そうなんですか。父神、なしてここさ父神様があるかっていうとな、はい、淵っていうのはな、うん、人に例えれば女子の子宮なんだよ。あ、子宮だ。え、そうなんだ。からいつ生まれてきてもいいように、うん、父神さんを祀ってるというふうな、うん、これ昔から言い伝えてることなんだけども、うん、あとな、最近の大正時代にだ、この川で子供3人流されて死んだんだ。これは本当の話だ、はい、まあこれもというかな、これも本当の話だな、はい、でその家の下地がな、子供かわいそうだから、あの天国に行っても父をおっぱい飲めるようにというようなことで、ここに父神さんを祀ったというようなことも言われるな。だからまあ両方本当だから、はい、まあ理由は一つで限らないんだからな。そういう伝説のあるところにまた新たにほからくおこしで、子供に、父に困らないようにというようなことで建てたというようなことなんだな。重なり重なり、そうそうそう、いろんな思いが、うん、これは俺はあの初代のカッパじいさんから聞いた話。あ、そうなんですね。ピースサイン、ピースサイン、これめちゃくちゃ面白いんですけどズコって感じですよね、はい、はい、最終的にこの与一さんの素晴らしいピースサインに出会えたところで、うんうん、あの、はい、次に行ってまいりましょうか。はい、はいはい、そうですね、はい、じゃあ今度2回3回目にね、また頑張りましょうね。はい、はいはい、じゃあ行きましょう。